平成23年10月1日と2日に、阿蘇北外輪山のレストラン北山一帯で、草原再生啓発チャリティーイベント、草原再生オン阿蘇北外輪山が開催されました。これは農事組合と中牟田組原野管理組合が主催したもので、草小積みなどの草原維持活動を阿蘇全体で復活推進するための理解と認識を広げることを目的としています。2日間のイベント中は乗馬体験が行われ、初日の10月1日には大釜での干し草切りがあり、地元住民による指導のもと、刈った草を一時保管する草小積み作りをしました。家族連れや写真愛好家らが参加し、束ねた干し草を力を合わせて重ね、遠くに望む五岳をバックに草小積みを作り上げました。2日目には、昔の人が草刈りの期間中再装置で寝泊まりしていた草泊まりが作られました。昔から伝わるそのままの方法で、木や竹、縄を使って骨組みを作り、すすきの屋根吹きの草止まりが完成しました。また、春の野焼きに備えて防火帯を作る輪切りや輪焼きも行われました。今回作られた草小積みや草止まりは、このまま展示保存され、平成24年2月20日までは、草原再生チャリティー写真コンテストが開催されます。